若い頃のイザベラ・イザベラ大公妃、1909年、イザベルド・クロイ、または、イザベラ・フォン・クロイ・デュルメンは、ベルギー系ドイツ貴族のクロイ公爵家の公女で、オーストリア大公、フリードリヒの妻、クロイ公爵ルドルフとその妻の離乳ニ公女、ナタリーの間の長女として、当時プロイセン王国領であった、ベスト・ファーレンのデュルメンで生まれた。クロイ家は12世紀前半に、 フランスのピカルディ地方のポンキュー爵領から身を起こした上級貴族である。1878年10月8日にコンデシュルレスコ郊外のエルミタージュの上官においてハプスブルクロートリンゲン家の分子手先公爵家の志士であるフリードリヒ大公と結婚した。イザベラは非常に精力的な女性であり若い頃から夫の立身出世を支えた。 彼女は家計をうまくやりくりし、9人の子供たちの教育にも熱心に取り組んだ。また家庭外でも、ハンガリー人女性のための花嫁学校を創設する、運動を起こしたり、ジプシーの音楽にのめり込んだりした。また才能ある女性写真家でテニスにも熱中していた。大公費は非常に肥満していたため、人々は彼女に、 バスのように大きなイザベラという意味のブザベラという嘲笑的なあだ名をつけた。イザベラは1898年にオーストリア・ハンガリーを揺るがした大スキャンダルの発端を作った。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の老いで警視のフランツ・フェルディナント、太鼓がテシェン公爵家の持ち場の一つ、ハルプトゥルンの上官に数週間滞在した後、 金の懐中時計を置き忘れていったのである。野心的なイザベラは、太公が頻繁に自分の屋敷を訪れるのは、長女のマリア・クリスティーナに求婚するつもりなのだと、勝手な期待を抱いていた。大公妃は、フランツ・フェルディナントの懐中時計を開ける誘惑を逃れられなかった。時計の蓋を開けたイザベラは、深い失望を禁じれなかった。蓋に貼られていた写真は、 自分の大勢の娘たちのうちの一人ではなく、自分に仕える女官で無名の外交官の娘である、ゾフィー・ホテク・伯爵シャク・レジの肖像だったのである。腹を立てたイザベラはすぐに、ゾフィーに暇を出し、この事実を明るみに出した。これにより、フランツ・フェルディナントは、多くの人々を敵に回して、身分違いの恋愛結婚に踏み切らざるを得なくなった。 第一次世界大戦後、イザベラは、一人息子のアルブレヒトを、神聖ハンガリー王国の国王にしようと努力を重ね、摂政のホルティミクローシュに熱心に息子を売り込んだが、実現はしなかった。イザベラは、夫フリードリヒトともに、ウンガリッシュワルテンブルクの残ンクと、ゴッドハルト教区教会の墓地に埋葬されている。ウィキメディアコモンズには、イザベラ・フォン・クロイに関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。